孫家は、中華民国の政治家。孫文の子で、聖母は、ロシの部帝。子に、孫自兵と孫春京など、国民政府において、養殖を歴任した。字は鉄を1895年冬、サンフランシスコに渡りキリスト教系の学校で、教育を受ける。1910年には中国同盟会に加入した。 その後カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、コロンビア大学で、経済学習士を取得した。1917年8月に帰国、誤報運動を開始した、孫文の下で、大本水府秘書兼外交部秘書に任命された。1920年11月、公衆市政庁長、検事がただし弁に任命される。間もなく、公衆に市政が導入されたことに伴い、 孫家が初代市長となった。1922年8月、中国国民党改新案起草委員会委員に任命される。翌年10月、党臨時中央執行委員会委員に任命され、第1回全国代表大会の準備に関わった。翌年11月からの孫文の北京行に随従し、1925年3月の孫文の臨重に立ち会っている。 同年7月、大本水府会祖により、国民政府が成立すると、孫川は、国民政府委員、中央軍事委員会委員に任命された。1926年1月、国民党、第2期中央執行委員に選出される。5月には、関東省建設町長県政府委員に任命された。公州市長時代も有能な行政官としての評価を、得ていた孫かは、 この時も優れた行政手腕を発揮し、都市建設に多大な成果を上げている。同年12月、国民政府の武漢戦闘に伴い孫ごも武漢へ移動、国民党中央執行委員会常務委員、航空所所長などを歴任した。紹介席が南京に国民政府を成立させ、また上海を拠点とする西山会議派が存在するなどの分裂局面では、 孫科は、武漢を含めた三派合流のための交渉に、奔走している。結局三派は1927年8月に、合流した。翌9月、孫科は中華民国国民政府組織法と、中国国民党軍政綱領の起草を行った。10月には、甲子院副院長兼行政院鉄道部長、健康通大学校長に就任した。 1931年2月28日、古漢民が小介析に軟禁されると、古と交友があった孫家は、小解析に反発する。そして、藩小解析派と連合して、同年5月、広州に、中国国民党中央質管委員非常会議と、国民政府を樹立した。間もなく、満州事変が発生したため、小介析と和解し、翌年元旦に孫は、 行政委員長に任命された。しかし、小介席の支援を得られず、1ヶ月と持たず辞任した。国民政府時代の孫家、フーズ・フーイン・チャイナ・サプル・ツー・フォース・エド、孫家1933年1月、孫家は立法委員長に任命され、以後15年にわたり就任した。孫家は就任直後から憲法起草委員会を組織し自ら委員長となり、 中華民国憲法の策定作業を進めた。当初議員内閣制型の統治機構を考案していた孫川は行政院が実質的な権力を有し総統は民選ながらも実質的な政治権力を有しない内容を構想した。しかし紹介席はこの内容に反対し総統が実質的な権力を有し、しかも行政院会議により間接選挙されるものに、 改めさせた。1936年5月5日に憲法は交付されたが、孫家は、紹介先の介入に不満を有し、また、民主党派や中国共産党からも批判が噴出した。孫家の政治的立場は、対外的には、積極抗日、中祖友好であり、対内的には、民主党派との連携を強める、方向性を持っていた。 外交面での孫家の活躍も大きく、1937年8月21日には、中祖相互不可侵条約を締結し、ソ連からの援助、借金取得の締結を実現している。また立法委任長として、上記憲法起草以外にも、各種法制整備を担当した。1948年、孫家は、紹介席の説得を受けて、副総統選挙に出馬。 決戦投票で、理想人にあぶれている。同年11月、孫は、行政委員長に就任したが、間もなく紹介席が下野する。孫も、代理相当に就任した理との関係に亀裂があった。ため、1949年3月8日に、下野している。下野した孫家は、フランス、アメリカに移住した。1965年の孫文生誕100周年。 記念大会に出席するために台湾を訪れた。この時、孫化は小介析の招兵により相当不死勢として台湾に泊まる。さらに翌年に甲子委員長に就任した。1973年9月13日、孫化は心臓病により台北で死去した。満81歳遺没。ミカドはサルベシと題した論文を発表し、 天皇制廃止論を唱えた。ありがとうございます。